けましょう。増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。あれは怪盗、人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。わざわざ大勢で集まって住むなんて、昔もこの辺りは危険だったのかな。危険、集団で住んでいたのは土地の不足による経済的な理由。人間って変わってるな。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。
ドロイド？違う、こいつ機械生命体です。増えるなって。ズビー、脱出しないと。ズビー、あの横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。